1月8日生まれの君へ、誕生日おめでとう。君は一人ぼっちになることをとてもかっこ悪いことだと思ってきたかもしれない。あるいは今、一人ぼっちということは過去に自分が悪いことをしたのだと、きっとその罰として誰からも愛されないのだと思い詰めているかもしれない。だけど宇宙の目から見て、君が一人でいることは全く逆の現象なんだ。君は一人の瞬間に宇宙の英知とつながっている。エネルギーの源と交信している。過去世からの君の守護霊たちの言葉がはっきりと聞こえてくる。君は一人の時、一番大勢の手で支えられている。君の手はキャンパスの筆、未来を一枚ずつ描いていく。その絵の通りに現実は作られる。だから描き続けよ。それは細かく注文をつけることじゃない。大まかでざっくりとした根本的な気分に基づいたグランドキャニオンのような未来図だ。細かい点など見えなくていい。ただ果てしなく広大に続く君だけの大世界を描くんだ。誕生日おめでとう。力を抜いて微笑んで、君の宇宙に身を委ねて、愛してるよ。